はい、皆さんこんにちは、まいちくです。今日もドリスピ楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。タイムアタック、皆さん本当にお疲れ様でした。短い間ですけど、やっぱりね、集中すると疲れますね、タイムアタックね。僕はね、今回、そうですね、まず結果からもうお見せしましょう。皆さん結果いかがだったでしょうか。僕の結果はですね、このようになっています。今回はまあ全てのね、クラスをある程度走ってみました。なので前回のよりどこかが突出していい成績を収めたっていうことはないんですが、とりあえず今回の報酬者がね、 XD のロードスターでしたよね。それをね、どうしても星7にしたかったので、まあ星7にするには星6がね4台いるということで、 EX2 が523位、 EX1 が403位、 TA3894位で TA2618位、まあ TA1 はね、戦闘力不足と僕の実力不足ということもあってこんな結果になってしまいましたが、とりあえず最初のね、掲げた目標、4クラス1000以内に入ることができました。とりあえずね、星7にすることができるので、今日はね、報酬を受け取って早速星7完成させていこうと思います。いやー疲れたね。でもあ、これもね、後で見ていきましょう。まず車ね、ありますね。そうだね、このプラチナチケットもね、もらえるんですね。これ全部まずプラチケから、はい、250枚、400枚、400枚で500枚、そして400枚と受け取りましょう。そして EX2 のアバター繊維ですね、トップ繊維受け取って、そして EX1 トップ500ですね、受け取って、 TA3 トップ1000受け取って、 TA2 トップ1000、はい、受け取りました。はい、これがね欲しかったんですよね。受け取っていきましょう。1台、2台、3台、4台と。もうチャンスチケットもね、ありますね。で、このまあサマーチケットとか、このね、また11年無料カオーダーもね、これはサマーキャンペーンでね、まあ、配布されているので、ありがたいですね。ということで、せっかくなんで先にね、このガチャをね、引いていきましょう。一応星7にできるんですが、せっかくゲットしたのでこちらですね、 XE ロードスター、これ 50% でゲットのチャンス、 10% でゲットのチャンス、まあ、楽しむためには、そうですね、4連引いていきましょうか。せっかくもう4台揃ってるのでこっち引いていきましょう。では、10% 読んで引いていきます。黒箱ね、嬉しい。まあ1台でもね、赤いのが見えたらまあ嬉しいけどですよね。はい、まあ分かっていた結果ですが、4つね、黒箱いただきました。さて見ていきましょう。こちら、XD ロードスター LCEC のね、星6での初期ステータス、こちらとなっています。まあ見た目はね、最初はもちろんこういう風にノーマルですけども、星7にしてからね、少し見ていきましょう。じゃあもう合成していきましょう、せっかくなので。これで星6プラス、そしてこれで、はい、星6プラプラの完成ですね。星6プラプラの時点での初期ステータスはこんな感じですね。そして星7にしていきましょうか。
XD ロードスター NCEC 星7バクターですね。はい、いや嬉しいですね。星7での初期ステータスはこちらになります。高速が3106、加速が1578、ハンドリングが3207で、ニトロが4328。ここにですねセッティングしておすすめ、これを外して仲間抜きでオールサイズ20ですね。まあ ECU は21ですけど、この戦闘力に反映されるもので考えるならばオールサイズパーツ20で、フリーパーツは13での初期戦闘力、初期ステータスはこのようになっています。やはりね燃費はすごくいいですね。320、これをアイレベル上げるごとにまだまだね良くなっていくと考えたら、まあ星7車での燃費の良さっていうのはねやはり XD だからこそですよね。特にこのロードスターいいですね。うん、さて気になるドレスアップをね見ていきます。はい、ボディキット A、B お試しで、ああ B もいいな。で C 見ていこうか。ああかっこいいですね C。まあこれも全部ねアンロックして、あとはホイールですね。ホイールを全下げしましょう。でキャンバーはまあ適当ですね。でオフセットはいつも通り全出し。でこのホイールはねやはりカラーリングを見てからかな、5色ですね。このまあグリーン系とホワイトでブルー系でブラックと赤、かっこいいな赤もね。で僕白好きなんですよね。なので今回ちょっと白で、そしてエクステリアで先ほどのホイールをね、何が似合うのか、やはりこのねつけたがりますね僕は。このヒエンをね、合うんだよねヒエンのホイールって。それかやはり横浜のねこの赤色をねつけたがりますね僕は。つけたがりですね。はい、つけたがるとこうなります。青もいい、あ青もかっこいいかな。あーかっこいいですねやっぱり。いいですね XD ロードスター、これこれにさらに、あーリアかっこいいな。これにさらにボンネット、あーこれもいい、あーこれもかっこいい。このやっぱりワイドボディキット、ボディキットなんですけど、とてもこれによってねえかっこよくなってますよね。試しで、あ全部かっこいいなこれ。迷っちゃう、あこれにすると少しあの外車チックになるな。外車のコンパクトカー、うん外車のコンパクトスポーツカー的なね雰囲気がこれで出てくる。僕これ好きですね。全部それぞれねいいところがあるんですが、 C をね選択して、でマフラー、リアウィング、リアウィング、あーダックテールというか、そしてあシンプルでいいですね。ということはこれはまさかの、あ出ましたね。これやっぱり好きだな。うん、これにしましょう。アンロック。はい。いいですね。そしてマフラーは、あーいいね。オーバル系かな。で B は、あーこれで4本出しですね。C は。あーこのチタンのねカラー
そうだな、やっぱりこっちですね、僕は。はい、マフラー C で。あとはアンダーライトとかは皆さんつけてますか？僕あまりね、最近 XD 車にアンダーライトつけなくなってきてるんですよね。まあ夜のねコースとかでかっこいいけど、まあとりあえずこのままかっこいいね。白はかっこいいけどちょっと見えにくいので、赤にすると、まあ赤もいいね、やっぱり。いやーかっこいい。うん、やっと手に入れることができました。はい、星ならロードスター。まあね、今回のイベントでねゲットする前にすでにね持っておられた方もいましたけども、まあね、イベントでね星7車をゲットするって結構大変じゃないですか。他のねボスバトルでの報酬者としてもね、過去にも何度かあったと思いますけど、やっぱりすごく上位の方にね入らないとゲットできないので、まあ今回はね TA で、まあ、4つのクラスに入るとゲットできるということで、はい、頑張ってね目標達成することができて嬉しいですね。これで XD の星7車が 1,2,3,4,5、 これでもまだ5台ですけどね。はい、5台になりました。いや達成感ありますね、これをね。まあ星6プラプラの状態でねアイレベル上げた方がいいんですけども、まあこのね XD の燃費とてもいいのでね、はい、十分星7にしてからでもね使っていけると思います。ということで今回ねゲットした報酬車両 XD ロードスター NCEC の簡単なねご紹介でした。さてついにね TA の後にまた始まります、こちら第13回チームバトルロイヤル TBR ですね。はい、来ました。上位ランキング各種オーダーとありますが、烈火のごとく峠を侵略する脅威の A86、 スプリンタートレの A86 イフリート登場。まあ今こう画像が載ってると思いますが、 A86 のハイスペック車初めてですよね、来ました。欲しい方ねたくさんいますよね。僕もまあ86のハイスペック気になりますし欲しいですが、 TBR なのでね本当こうみんなでね頑張って取ることにやっぱり意味があると思うので、頑張っていけたらなと思います。まあ僕は現在どこかのチームに所属してるっていうわけではないので、まあ今お世話になってるチームの方でね走れたらなと思っていますが、皆さんもこのね対戦日時、まあやはりねリアルがあるのでね、走れるとき走れないときあると思いますが、やはり、ね、TBR で結構ね難しいところって正直あると思うんですけども、やはり楽しむことをね一番大事にねして、走れないときは誰にでもあると思いますし、みんなでね一つの目標に向かって走ることがまあ一番大事なねイベントだと思いますので、頑張っていけたらいいなと思います。最後にこのサマーキャンペーンね、でこういう風にねまたログインボーナスとしていろいろねいただけます。11回無料カーオーダーもありますので、またね星7車にできるねノーマル車両をたくさんゲットできたらいいなと思ってます。はい、いずれまたねたまった頃にね無料カーオーダーまとめて引いてみたっていうねあの企画やっていけたらなと思ってます。ということで皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。そして TA 本当にお疲れ様でした。皆さんね頑張って走って自分の目標の順位、報酬車両ゲットされた方本当におめでとうございます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。